株式会社東邦銀行は、福島県福島市に本店を置く、地方銀行。福島県及び県下多数の自治体の指定金融機関を受託している。東北地方では77銀行に次いで、第2位の規模である。海外事務所を全廃するなど、地元重視の堅実な経営を続けている。県内での預金シェアは高く、また、貸出金もシェア4割突破を目指して、資金需要の強い郡山地区を重点的に攻略中である。行米は、東から光を背負って進む、発展する銀行という意味が託されている。2015年度には、関連会社5社の株式を追加取得し、連結子会社化した上、連携をより一層強固にしていく戦略を掲げた。2015年秋には、北海道、東北の銀行グループとしては、初となる、全額出資の証券会社として、東邦証券を設立し、翌年4月に開業した。1973年に東京証券取引所2部に上場。1974年には、同1部に福島県の企業として初めて上場した。郡山商業銀行、会津銀行、白河瀬谷銀行の3行が1941年に合併したことによって発足した。福島県においては、明治以降、生糸、米の生産を中核として、電力、紡績、石炭などが発展したことを背景に、1907年には38行もの銀行が存在していた。しかし、金融恐慌が発生すると、第107銀行、福島商業銀行、郡山合同銀行などの有力銀行が相次いで破綻し、生き残った銀行はわずか11行のみであった。日中戦争勃発により国全体が戦時体制に移行する中、一県一行主義が打ち出された。福島県においては小規模ながら堅実な経営により、存続していた郡山商業銀行、会津銀行、白河瀬谷銀行の3行を合併させ、合同銀行の中核とする方針が大蔵省より打ち出され、3行に、合併の干渉がなされた。早期から国策に協力的であった郡山商業銀行と同族経営の白河瀬谷銀行においては合併の方針が早くに決定した。しかし、財界の融資の結集により発足した会津銀行においては株主による根強い合併反対運動があったものの、国策に抗うことはできず、最終的には合併の方針となった。1941年6月に郡山商業銀行本店を本店所在地として東邦銀行が成立した。なお、前身産業はいずれも県北地域を地盤としておらず、県庁所在地の福島市に支店を有していなかったため、1942年12月に福島支店を開設、1944年には常陽銀行の柳川、小売支店を譲り受け、県北地域の支店網拡充を図った。合併後、1942年に、三春銀行、猪苗代銀行、岩瀬工業銀行、1943年には、矢吹銀行、田村実業銀行、岩東銀行の各行を合併し、1944年には、福島貯蓄銀行を合併した。同年、福島県農工銀行が日本官業銀行によって、吸収合併されたことにより、福島県における一県一行が完成を見た。県内店舗2014年4月1日、平支店をいわき営業部に改称、昇格した。これにより同行の営業部は既存の本店、郡山と合わせ3店舗となる。また2016年4月21日には、福島第一原子力発電所事故によって、休業中の楢葉支店の営業を再開するほか、その他の休業店も避難指示の解除に伴い順次、営業を再開する方針である。県外店舗東京都内に2店舗及び、新宿支店、茨城県内に2店舗をそれぞれ開設しているほか、栃木県及び、新潟県にも支店を開設している。宮城県仙台市には4店舗を開設。また同県名取市にも支店を設置する。このほか、2016年4月27日には、山形県米沢市にも支店を新設した。インターネット2005年にインターネットバンキングの取り扱いを開始し、2009年にはインターネット支店を開設した。店舗コード2006年3月に福島大学と2007年6月に会津大学と同年11月に日本大学工学部と2009年1月に福島工業高等専門学校と2010年7月福島県立医科大学と連携協力協定を締結。地域の発展や産業の振興を図るための相談支援体制を整えている。2012年4月、第4銀行など、主に日本 IBM メインフレームの環状系システム採用業など5業で構成する翼プロジェクトに参加することを表明した。富士通と共に開発に当たった環状系システムであるプロバンクを導入している。また2011年9月20日には第2世代プロバンクへ移行した。日立製作所開発のフレア21プラスを採用している。同行の ATM では、マイキャッシュポイントによる山形銀行と77銀行、秋田銀行、足利銀行、常陽銀行、第4北越銀行、北海道銀行、千葉銀行、横浜銀行、きらぼし銀行、武蔵野銀行、82銀行、群馬銀行のキャッシュカードによる出金については、他行手数料を徴収していない。東日本大震災、福島第一原子力発電所事故による県外避難者支援の一環で、仙台駅3階に設置し2012年10月31日より供用を開始した店舗外 ATM は、仙台支店の店舗内 ATM よりも稼働時間が長いほか、通常は県外店の ATM では対応していない、通帳繰越にも対応している。また、同様に被災者支援等を目的に2013年6月にはイオンモール名取にも店舗外 ATM を設置した。ほか、2015年9月には山形県米沢市及び山形市において従来の移動 ATM サービスから専用の ATM 設置を開始した。同行では第4北越銀行と ATM 提携を実施しているが、新たに県外避難者が多い都道府県の地認との ATM、提携拡大の検討が発表されていて、千葉銀行、北海道銀行、横浜銀行、東京都民銀行、武蔵野銀行、82銀行、群馬銀行が加わった。上記のほか、金融教育、育英会運営、地域ボランティア、取引先事業所の人材教育などを行っている。2013年、福島県から、福島県営あずま陸上競技場の命名権を取得。愛称が東邦、みんなのスタジアムに決まった。あずま陸上競技場をホームスタジアムで使用している福島ユナイテッド FC のスポンサーを担うほか、陸上競技部も擁していることもあり、命名権を取得した。2016年3月7日、創立75周年記念事業の一環として、県から、福島県文化センターの命名権を取得。同年4月1日から、東邦、みんなの文化センターの愛称が使用される。契約期間は5年。東邦銀行設立前の1937年10月に、白河実業銀行、1939年3月に、川俣銀行を合併している。東邦銀以外を幹事業とする共同 ATM、及び、常陽銀をはじめとした茨城県内に本店を置く各金融機関が共同で参加、展開しているアイネット共同出張所を除く。新潟県、群馬県を除くと福島県周辺の地認との ATM 提携はすでに震災前から実施済みである。AB 東邦銀行70年史編集委員会 2012P3 東邦銀行関連5社を連結し会社化。m&times//times.jp/ma-times.13694.html2015 年5月27日閲覧。e パーソン貯蓄から投資へ誘導。河北新報。http://www.khokunow.jp/tokunow/201602/2016022761 html2016 年3月19日閲覧東方証券開業加藤社長地域に愛される会社に福島支店でセレモニー福島民報 http://www.minpo.jp/news/detail/2016040630110201 年5月1日閲覧東方銀行70年史編集委員会 2012P10 東方銀行70年史編集委員会 2012P2AB 東方銀行70年史編集委員会 2012P4 東方銀行70年史編集委員会 2012P5 平支店の店名変更について東方銀行 http://www.tohobank.co.jp/news/201401170297029448 html2014 年3月24日閲覧東方銀奈良派町民の帰還後押し。河北新報。http://www.tohokunow.jp/tokunows/201604201604226075 html2016 年5月1日閲覧。東方銀、宮城。名取に支店福島からの避難者に対応。日本経済新聞。http://www.nikkei.com アーティクル。弱震度68477660 Y4A310C1 リットル01000 2014年3月24日。閲覧。東方銀名取支店自社店舗へ移転。河北新報。http://www.tohokunow.jp/tohokunews/201507/201507221060 html2016 年3月19日閲覧東方銀行が米沢市に支店4月27日新設避難者ニーズ対応福島民友新聞 http://www.minu-net.com/news/fm20160318-0560760.php2016 年3月19日閲覧移動 ATM 車ふるさと福島号の稼働開始並びにセレモニー開催について東方銀行2016年9月4日閲覧。第4銀行との ATM 提携について、東方銀行。http://www.tohobank.co.jp/news/20121009002458 html2014 年3月24日閲覧。東北、北海道地区交流促進地銀連携の基本合意について、東方銀行、http://www.tohobank.co.jp/news/20130313000748 html2014 年3月24日、閲覧。東北、北海道地区交流促進地銀連携の基本合意について北海道銀行。県外支店の空中店舗化について、東方銀行、http://www.tohobank.co.jp/news/201305170217 html2014 年3月24日、閲覧。東方銀、太陽光発電に39億円融資、福島銀と共同で。日本経済新聞 http://www.nikkei .com、アーティクル、ジャックスラソ75437550、Y4A800C1 リットル01000、2015年1月9日、閲覧。千葉銀など地銀6行、国際業務で協定。日本経済新聞。http://www.日経.com/article/dgxlasf18700ZY4A910C1E8000 2014年11月21日、閲覧。海外拠点相互利用などで協定千葉銀など地銀6行、東京新聞2014年9月21日、東邦銀が社内保育所。日本経済新聞。http://www.日経.com/article/dgxlasf18700ZY4A810C1 リットル01000。2014年11月21日、閲覧。行員の育児サポート東邦銀行が支店内に託児所設置。福島民友新聞2014年10月7日、飯舘村の太陽光発電会社福島、宮城4行が協調融資。日本経済新聞。http://www.日経.com、アーティクル、ジャックスラソ788530U4、A021C1 リットル01000、2015年1月9日、閲覧。移動店舗社、東邦。みんなの移動店舗の営業開始及びオープニングセレモニーの開催について、東邦銀行、2016年9月4日閲覧。フィンテック導入、6地銀で共同会社 IT 活用の金融サービス。福島民友新聞、http://www.minu-net.com/news/fm20160777.058467.php 2016年3月19日閲覧。千葉銀など地銀6行、フィンテックで連携共同出資会社を設立。日本経済新聞。http://www.日経.com/article/dgxlasf116HJW6A310C1E8000 2016年3月19日、閲覧。総額10億円、総活躍支援ファンド東邦銀行が設立へ。福島民友新聞。http://www.minu-net.com/news/fm20163238060056.php 2016年5月1日閲覧。福島県内9支店1時間シャッターを下ろす、昼休みを導入。河北新報。2018年7月3日閲覧。東邦銀、4月にも人材紹介業に参入東北の地銀でしょ。日本経済新聞、2019年4月23日閲覧。東邦、プラスチックスマート宣言の制定について、東邦銀行ニュースリリース2019年11月11日閲覧、翼プロジェクトへの参加について、東邦銀行、http://www.tohobank.co.jp/news/2001200445002179html 2014年3月24日、閲覧。東邦銀行様が次期勘定系システムに富士通、プロバンクを継続採用。富士通株式会社。http://purple.富士通.com/jp/news/201003/013/4.html 2014年11月21日閲覧。東邦銀行の次世代型営業店システムを受注統合チャネルソリューションフレイヤ21で構築。株式会社日立製作所。http://www.hitachi.co.jp/news/news/2021-2014.html2014 年11月21日閲覧。福島県外の店舗、ATM 一蘭東邦銀行営業時間に関する出店。新しいお通帳への切り替え機能付き ATM、東邦銀行、県内店における ATM での通帳繰越対応状況に関する出店。イオンモール名取への店舗外 ATM の設置について、東邦銀行、http://www.tohobank.co.jp/news/20130619002068 html2014 年3月24日、閲覧。米沢市及び山形市への店舗外 ATM の設置について、東邦銀行ニュースリリース、2015年9月14日。県営あずま陸上競技場のネーミングライツ取得について、東邦銀行、http://www.tohobank.co.jp/news/20130516002130 html2014 年3月24日、閲覧。福島県文化センター愛称決まる、東邦銀行が命名権。福島民友新聞 http://www.mynyu-net.com/news/news/fm20160308-0558977.php2016年3月19日閲覧。ありがとうございます。